みんなで食べられるカレー、食の制限がある全ての人に、フルーツと野菜だけでできたカレー、カレーが大好きな全ての人に、植物性料理研究家宇野由紀子が世界にお届け自慢のカレー、あれあれおいしい、めちゃめちゃ嬉しい、わーすごいが溢れてる、その名も宇野由紀子のカレー、カレー、カレー宇野由紀子のカレー。